大家好。生まれは日本、育ちは香港。香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしな健太がお送りする香港健太チャンネルです。このチャンネルでは香港の寒気質的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日8月11日金曜日です。現在時刻6時54分です。本日最高気温30度、最低気温25度で雨です。降水確率 80% なので、まあ折りたたみ傘を持ってあればいいかなっていう感じの天気です。また今日からね、しばらく数日間雨が続くので、傘必ず忘れないように持ち歩いてください。以上天気予報でした。さあ続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円52銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時56分です。ビットコインの価格は29,440.38でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日はですね、香港に新しい法律ができるかもという件と、香港のレストランの危機、もっと応援が必要という2点について話していきたいと思います。まずはですね、香港の新しい法律ができるかもという件について話していきたいと思います。香港で今問題視されているのは、シャムスイポーやモンコックの露店などで行われているマイクとスピーカーを使った販売員の騒音問題です。騒音を気にするようになったんですね。まあとはいえですね、ちょっとまあ販売員問題の前にですね、私的にはですね、先にね解決してほしい問題として、バスの中で大音量で音楽や動画を見てるやから、道端でねカラオケやってる歌がヘッドクソなやから、あとクラクションをブーブー鳴らすね、なんていうの、無神経な運転手、こいつらの方がね何十倍も、迷惑だと思うんですけど、またねさらにちょっと言わせていただくと、私はあの販売員がね、あの頑張って売り込みしているあの拡声器を使ったね販売、聞くの結構好きなんですよね。あの気になるし、やっぱねその声で、あのその声を聞いてね、ちょっと何やってんのかなとか、あなんかちょっと面白そうなのやってるなっていうので、そのお店に気づくことが多いので、やめてほしくないなっていうのがねすごく強いんですけど、拡声器だけはねなんかちょっと、規制してほしくないなって思いました。あのよくね録音したね音をねずっと流し続けてる店とかねあるんですけど、まあ、そんなのはね別になくなってもいいなって思うんですけど、いやー本当そういった騒音だけをね取り締まってほしいと思いました。なんとかね拡声器だけはね、許可が出ないかなっていうふうに私は思っています。さあ続きまして、香港のレストランの危機、もっと応援が必要という件について話していきたいと思います。さて、コロナのね規制がねだいぶなくなって、入出国のね自由が戻りつつあります。もう戻ってますね。で、この話題もちょっとデジャブな気がしますが、長年続いてきたレストランがどんどんなくなってきているという話です。香港のレストランといえばね、まあ、あのクローズとオープンのねあの繰り返しで、新しいレストランがどんどん参入してきて、すごくねレストランの参入がね激しい場所っていうのはねすごく有名ですし、まあレストランがね閉まってね新しいレストランができるんだからいいじゃないかって思う人も多いと思うんですが、まあね長年続いていたこういうレストランがどんどんなくなってきているというのが問題だと私は思います。原因のね一つに挙げられるのが、やっぱり旅行客がね減っているっていうのが問題なのかなと思います。香港人、あとですね香港人が海外旅行に行ってしまう、みんな全力で海外旅行に行ってる感じがするんですね。数日前のニュースでもお話しさせていただきましたが、もうガンガンあの海外旅行、今あの日本はお盆でお休みだと思うんですけど、香港休みじゃないのになんかすごい勢いで人がいないような気がするんですよね。もう今のうちに海外旅行行っておかないとみたいな感じで、みんな全力で海外旅行に行ってるっていうのをすごく感じます。まあそういった状況で香港内での消費が減っているのが今ね抱えている問題なのかなと私は思います。さあ皆さんもね多分何軒か自分のお気に入りのレストランってあると思いますが、なるべくね足を運び応援することが大事だと思います。私たち夫婦もね何軒もお気に入りのレストランが閉鎖してしまいました。お気に入りのレストラン頑張ってほしい、そういったいいね古いレストランをね守りつつ、頑張って応援していきたいなと思うので、皆さんもぜひあの
自分のお気に入りのねレストランは、頑張って応援していってほしいなと思います。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ジョイキン、またね、バイバーイ。